作戦のぶかわすということで、今回はライブ告知動画になります。こちらの、ね、フライヤーにあるように2022年11月13日日曜日8時からいつも僕がライブをやってる神戸元町のシアタージャジーで、今回はですねいつもやってるサックストリオなんですけれども、そのメンバーでバースデーライブ、僕の誕生日がですね11月15日とこの一点近いのでバースデーライブとさせていただきました。僕の今力を入れてるサックストリオ編成ですね、サックスとウッドベースとドラムスというシンプルなコードレスのコード楽器のいない編成ですけれども、このメンバーでバースデーライブをやりたいと思います。メンバーはですねサックスが僕三木俊彦、ベースが斉藤圭志郎、ドラムスは松田ゴリヒロシとなっております。2人ともですね全国各地でですね活躍している素晴らしいメンバーです。ベースの斉藤くんは7、8年前から一緒にやるようになりましたけれども、ここ最近ですねますます安定したプレーでバンドをボトムからですね支えてくれています。あとドラムスの松田ゴリヒロシ、通称ゴリさんですね、ゴリさんと僕はですねもう25年来の付き合いになります。その中で三宮とかのですねストリートライブから始まって関西各地で一緒に演奏してきました。テクニカルな演奏はもちろんですけれども、人間的にも大好きで非常に2人とも信頼できるメンバーです。このメンバーでやる曲はですね最近僕が力を入れてるオリジナル曲ですね、オリジナル曲を何曲かやるのと、ジャズスタンダードナンバーをやるのと、あと僕の誕生日である11月15日にちなんだ曲がですねなんとありまして、僕の曲ではないんですけれども実は前から演奏している曲なんですけれども、そちらもですねやってみたいと思います。僕の曲はですね結構そのシンプルなメロディーっていうのにこだわってるというか、編成がですねマニアックな編成なので曲はキャッチーというか、まあ、シンプルな曲作りを意識しています。あとジャズスタンダードナンバーも有名な曲をやりますので、どなたでも楽しんでいただけるライブになっていると思います。ということで2022年11月13日日曜日8時からの三木俊彦バースデーライブですね、あと元町シアタージャジー、ぜひ皆さんお越しください。誕生日が近い方、10月生まれ、11月生まれ、12月生まれの方はもちろんですね、誕生日が近くない方もですね、サックスが大好きな方、ウッドベースが大好きな方、ドラムが大好きな方、ジャズが好きな方、音楽が好きな方などなどですね、多くの方に集まっていただけたらと思います。きっと楽しい夜になることは間違いないです。メンバーが多忙なためですねこの日程しか、ちょっと取れなかったので、ちょっと日曜日の夜という、まあ、非常に忙しい時間帯だとは思いますけれども、ぜひぜひお越しください。それでは今回はライブ告知の動画になります。皆様よろしくお願いします。詳細は概要欄の方に書いております。よろしくお願いします。